はい、こんにちは、ジャマです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、ゲリラ開催の、無料11連ガチャですね、超ピックアップ、サポカのやつ、引いていこうかなと思います。まあ、ちょっとね、初回の無料ガチャに関しては俺が面白くするゲットできなかったので、まあ、今回の無料でね、なんとか、引き当てられたら嬉しいなとは言ったところですね。はい、じゃあ早速引いていきましょう。いけ。さあどうだい。うん、いや、黄色は微妙か。青よりは多分いいんだよね。読み込み入って金玉多い、金玉多いけど、金玉は多いがクオンの方が多い。クオンが多いぞ、めちゃめちゃさあ金玉多いがダメっすね。なんだったの、攻めの読み込みみたいな。はい、ということでね、スーパーチャンスも来ず一瞬でしたね。まあスーパーチャンス来たとて、6月1日に備えて引けるのかといえばちょっと怪しかったけどね。そうだね。はい、まあというわけで、ゲリラ無料ガチャですが、まあ今回はね、ちょっと特に成果はなかったっすね。まあただ、スペシャルサポートカードに関しては今ね、まあイベントの、ライチがね、85までとりあえず育ってまして、まあこれね、とりあえず100までは育てたいなと思っていて、まあ100まで育てたらね、モニタールームと、なんだっけ、名前がクラウか、モニタールームとクラウを使って、まあ残り1枚にね、今回の、新しいやつゲットできたらそれ入れたいなぐらいの感じだったので、まあ残念でしたが、楽しくなってきたでいきましょうかねというとこですかね。そうだね。まあちなみにね、交換所でね、なんだっけ、ランクマッチメダルかな、熱い約束か、熱い約束とかもね、そうだね、まあ一応今回はステーキ、1日前に交換しちゃったから、すぐにね育てられるだけのポイントはないんだけど、まあざっくり1万5000ポイントぐらいあれば多分、全部素材まで含めて、100にできると思うので、まあこれがあれば一応なんて言うんだろう、配布 SSR3 枚で組むことはできるのかなとか思っていて、まあそれとかね、どうなんだろうなって思ったりもしているので、まあサポカに関してはね、ちょっとガチャさんのやつね、そうだな、しばらくはねちょっと引けなくても、まあ今後もね強いやつ出ると思うので、そっちね狙って頑張っていきたいかなという感じですかね。まあ出たらね、出たら出たで使ってみるし嬉しいとは思ったんだけどね、というとこですね。まあちなみに、なんだっけ、本田圭佑コラボツイッターキャンペーンの、星さんガチャね、昨日引いてまして、主役の座イサギ引き当てることができていますよと。で、あの後ね、ちょっとライバルリー頑張ってね、回してみて、24まで来たので、6月1日になったらね、ランクマッチメダルのレアのやつ、あれを使って5枚手に入るから、あと1枚ライバルリーで、ゲットできれば、ガチャさんのキャラ初貫突作れますよと、いうことで、ちょっとね、そっちで、頑張りたいかなとか、そんな感じですね。そうだからね、もうライバルリーに関してはこっちをやってるよという感じですね。まあ、なかなかね、主役の座イサギが入ってるチームが出てこないんだわ、これ。で、今ね、一応、可能な限りね、こっちの通常ライバルリーを頑張って回しているんですが、まあ、意外とね、ライチとか国神のピースが溜まり始めるっていうね、ことなんかもあるんですが、来ないねイサギ。まあ、ちょっと、試しにね、回してみましょう。動画内で出てくれたらすげえ嬉しいっていう、感じもありますからね。まあ、なぎで行ってみますか。はい、星2の方のピース。来ないか。はっ、
さあ、ライチ。お、5個あるとどうですかね。残念。ダメだね。そう、ライチがね、一番なんか、三択にね、中に含まれやすいのかなという気はしていて、イサギが出なかったら、まあ、しょうがないからライチを狙う感じで、いたりするんですけどね。今回はちょっと遭遇できなかったね。はい、というわけで、まあ、今回ね、これで終わりにしようと思います。まあ、無料分、せっかくね、チャンスはあったんですが、完全に空振りでしたよという動画ですね。まあ、また6月1日に新キャラ来たら、動画撮ろうと思うのでよろしくお願いします。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。